北島勝則でございます。当時はどういうふうにやってたかというと、シャキューラダンケイとかですね、そんな感じですかね。叫びをね、叩きつけるように歌ったらなんか見えてくるんじゃないかってに思ってやってたんですよね。何にもないからこの心にたった一つの言葉だけ残る、家に向かっていた時、あの年の瀬でしたけど、あの東京の竹の塚っていう、アパートにこう向かってたんですけど、まあ、いつもだってもうあの暗い感じで、あの落ち込んで、あの今日も疲れたって言って帰るわけですけど、でその時何があったってわけじゃないんですね。あのただ歩いてたらパーッと夜空が明るくなってというふうに感じたんですね。でそれで、まあ、こちら不思議なんですけど、あの十字架のイエス様が見えたんですね。見えたと感じたんですね。その幻が本当に神様が見せてくださったものかどうか分かりません。で私がたまたまそういう錯覚で見えたのかもしれませんけど、思いが来たんですね。あのその幻が見えたと同時にキリストが来るっていう思いが来たんですね。私はあんまり聖書のことを知らなかったんですけど、とにかくキリストが来るっていう思いがものすごくあって、でなんだこれはって思ってですね、でなんかでもなんか平安があるんですよ。だけど なんだか分かんない、で何か分からなかったので、で、開店と同時に新約聖書を買って、であの買って帰って読み始めたわけですね。あのキリストってなんだろうって全然分かんなかったので、であの十字架のことが書いてあったりとかですね、あのこういうことなんだっていうことで、あのそれがあの最初 のイエス様との出会いというか、その聖書のとの出会いですね。イエス様ってこういう人なんだよとか言い始めてですね、私何も勉強してなくて、あの教会にも行ってなかったのに、なんかそういうことを言い始めて、でうちの妻がまた始まったわっていう感じですね。であのもう並行してですね、あなたそのキリストもいいけど、あなたが言ってることが本当に正しいかどうか分かんないんだから、あの教会にちゃんと行ってそれが本当に正しいかどうか確かめてもらいなさいとか言ってですね、言ってくれて、あそれもそうだなとか思って、じゃあ教会に行ってみようと思ったんですね。でだから本当の出会いはその教会に行ったその瞬間かもしれません。私の宗教観が本当に変わりましたね。例えばあの大学の頃はもう理屈で理論で宗教っていうのはちょっと、まあ、学んだりはしましたし、あるいはその創価学会の時にはもう自分で無理やり信じ込ませるように、自分で信じ込ませるようにして無理やりこう入ったっていうところがあったんですけど、その時はもうそういうのはもう嫌だからと思ってましたんで、もう自分で頭で考えたり、あるいはこう自分で思い込んだりするのはもうやめようと思ってましたので、だからもう警戒するわけではありませんけど、もうニュートラルな状態で行ったんですね。そうしましたらですね、すごい明るいんですよね。なんかこの賛美してるところで、みんな喜んで賛美してるんですけど、まあ、その人の様子を見たというよりもなんかこう神様がここにいらっしゃるんだっていう感覚があったんですね。で本当に主がおられるんだ、で、神様が生きてらっしゃるんだっていうのはなんか分かったんです。で結局その自分が信じ込むっていう前に、なんかイエス様が自分をこう招いてくださったっていうか、迎えてくださったっていう感覚でしたよね。だから今までが何だったんだろうっていう感じですよね。だから今まではなんかこう応答がないものに向かって自分が無理やりこう山登りするような感じで今までやってきたんですね。自分の虚しさを克服したいっていうか、なんかこう解決したいっていうことで、パンクバンドもそういうことです。なんかこう険しい山を登るような感じ、あとその宗教もあの哲学もそうですけど、なんかこう打ち込んで、なんかこう、こう掘り進んでいったらなんか見えるかもしれない、で結局その、行き着く先は何もないっていう
状態ですよね。もうそんな努力なんか関係なく、イエス様の方が私に近づいてくださって、私をこう導いてくださったっていう感覚がありましたね。虚しさってずっと抱えてきたわけですけど、イエス様と出会って、でイエス様を信じるお祈りをして、で教会に通うようになって、礼拝に毎週通うようになって、で気がついた時にですね、自分が問題にしてた虚しさっていうのが、まあ、なくなってたことにちょっと気がついたんですね。まあ、なくなってたというよりも、もうあってもなくてもそんなどうでもいいっていうか、それよりも神様が生きていらっしゃるんだ、生きて働いておられて、私たちを愛してくださってるんだ、で全てを許してくださって、で本当に生きて導いてくださってるんだっていうことがもう本当にいっぱいだったので、もう自分の虚しさっていうのも考える暇もないっていうか、考える必要もなくなってた。で、ある時気がついたらもうその虚しさはなかったっていう、そういう状況だったんですね。それは初めての体験です。今まで本当にこういろんなものにのめり込んだり、こういろんなことに一生懸命になればなんとかなると思ってたのが、結局自分では何ともできなかった。だから今から思えば、やっぱ神様が、イエス様がね、それを私の心に入ってくださって、私が何かをするんじゃなくて神様がしてくださったんだと思うんですね。だからもう気がつかないうちにもうそれはなくなってたっていうことですね。だからパンク時代のレコードもそうですし、楽器とかもね、全部捨てましてですね、今から考えればもったいなかったかなとか思うこともあるんですけど、まあ、でも一度蹴りをつけるっていうことで、もう賛美しかいらない、自分はもう神様を賛美するのがもう嬉しくてしょうがなくてですね、毎週日曜日が待ち遠しくてしょうがなくて、土曜日になって礼拝に行って賛美をして、生きている神様を体験して、でそのうちにこう日常生活でも神様とお祈りができるようになって、本当にこう変えられてきましたよね。イエス様が生きていらっしゃる方、その生きていらっしゃるお方にぜひ出会っていただきたいなというふうに思いますね。